的车，归那个阿西亚 ，OK。またまた、また最近すごいすごいよ、すごいですね、ありがたいです、ね、案件をもらえるようになってきまして、はい、なんと来てるのは、はい、韓国、よいしょ、すごい、今韓国来てます、すごいですね、アニャセヨ、アニャセヨ、行っちゃなよ、はい、ということで今回は韓国の方の方から案件いただきまして、おお、カジノ、おお、すごいぞ、インダテグテグカジノで、案件いただいたので、カジノの方をやっていくと。カジノの案件来たか、はい、ついに来ました。最高や、合法的に取っていいっていう、そういうことっすね、ついに、うん、ギャンブルしてきた甲斐があったな、ここに繋がるから、すごい、世界行ってもうてるやん、じゃあ行ってます、世界いいよ、行ってます、行ってます、これもそうやわ、いや、ほんまに、なんかちょっとホテルの方も行くんですけど、はい、そちらの方から車がちょっと出てまして、それに今から乗り込んでいくという感じでございます。むちゃくちゃいいホテルと聞いてますよ。そうらしいです。ビップ対応ってこと、いや、やろうな日本からわざわざ呼んできてるさ、マジ調子乗んだよ、呼んでんねんから、早速じゃあ向かっていきましょう、行きましょう、せーの、笑う角には福来たね、これこれいくよ、向こうだ、これいくよ、水管理されてます。すごいわ。ありがとう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おー。ペラペラや。なんていうの？ガイドさん？カジノの職員でございます。職人。あ、カジノ。カジノの日本チーム。日本チームの人。はい、へー。ジェハンソン君です。てか韓国暑いな。暑いな。うん。32度って言ってたり。やっぱそうですね。日本と一緒や。結構暑いか。もうちょっと時間33度。でも8月がマックス暑いんですか、まあ、これからもマックが暑くなるんですか、テグで有名なものって言ったら何になるんですか、食べ物はテグホルモンから、ホルモン、ホルモン、へぇ、日本人が産むのは牛のホルモンじゃなくて豚のホルモンになります、へぇ、豚のホルモンがマッチャンって言いますけど、マッチャンテグで始まったもので結構有名な食べ物です、へぇ、辛いですか、まあ、辛くないです、でも辛いものもあります、なるほど、カンジャンケジャン、カンジャンケジャン、カンジャンケジャン、めっちゃなんか俺だけ映る、カンジャンケジャンって言ったからか、カンジャンケジャンぽい、わかりづいてそうね、このカメラカンジャンケジャン、監視カメラみたいな動き方してるカンジャンケジャン、おふくろはここも来んねん、すげえバレた、すいません、あ、バレてたバレてた、いや、バレてた、そりゃあかんよ、日本の好きな食べ物は何なんですか、私はお寿司が好きです、やっぱり、あ、お寿司、やっぱ、お寿司の中でも、うん、マグリサーモンが好きです、へぇ、マグロよりはサーモンが好きです、そうですね、もそうやば、じゃあ次はホテル、うん、ホテル潜入してみよう、はい、行きましょうよ、お願いします、簡単にケチャーン、では、ホテルインターボルドさん、はい、すごいの見えてんのエグわ、すごいの見えてんのエグわ、エグっ、なんかジュラシックパークみたいな、ミッコマージーだよ、じゃあ行きましょう、お願いします、何を、またチェックインの部屋の方に、何がどうすんぞ、あの辺すごい庭大理好きな、これパスポートは盗まれたんですか、あ、いえいえすぐお返ししますので、 ありがとうございました、あぶねー、めちゃくちゃ豪華ですよ、中やろ、他人のラウンジがあるよ、マジ怪しい、体中に他人をマジでってもらって迷惑やもんじゃあ行きますね、せーのでドン、うわぁ、めっちゃいいやばい、うわぁ、すげぇ、うわぁ、靴で行こう、結構あんぐらいよ、景色もええんじゃん、見てやる、うん、すげぇ、ね、の、うおぉ、でもマジ自然、あ、マジでいいな、かけえなの、なあ、あっこでやりたいわ、何がみんな共通で一緒やろ、やりたい、何それ、みんな一緒やろ、共通認識や、やりたいわ、そういうな、キャッチボールとかで言えよ、なるほど、あの感じがすごいいいわ、お前、まあ、脱げ靴脱ぎたいの出てんねん、脱ぎたいの
出てんの脱ぎたくないが出てんの。お前脱ぎたいやろ出てんじゃん。おい脱ぎたくないが出てますよ。よくねえやお前ちょっとバレてるやお前。もう湯船もあるしちょうどいいや。湯船もあるか何やほら鏡の前に一旦ホテルじゃんけんはまた後ででしょうか。いやだけ後でしょうか。ちゃんと待つやん。韓国来ないなぁ。なんかなぁ綺麗ぞ。なんかほんまリゾート地みたいな感じやな、うん、めちゃくちゃ広いなここでさ、竹の中おるかもしれんからシャッジェでーす。えこら怒ったよお前バカやろ。カオサウリだなすごいエリートなんやろな、ここに。いや、面白いことできてて英語も喋れるってことやんな。いけんのちゃうかも。多少あるんじゃん。コングラッチュレーション。結婚か。ウェディングか。そういうこと、ガーデンパーティー的なの。喫煙所も聞かないから。こんなとこありそうやけどな。ちょっとぐるぐるしよう。こんにちは。カオサウリだ。入場する前にですね、こちらにサインお願いします。通称、松永様。松永、はい。ここやったここやったイベント発生ここ行かなさっきセーブしていいっすか。僕たちって今日カジノプレイできるんですか。 OK をしてください。ちっちゃいお前。じゃあ、シンバースカードいただきました。よいしょ。レベルアップ。てててて。アジェさん、会いたかった。カジノは喫煙所あるわ。ありますね。あります。よし。多いです。多いです。広いです。思ったより俺がどんだけ思ったか知らんやろ。てめえの思ったよ。お前の想像なんかよりは。やめんじゃねえ。さっきあったオレンジジュースとかじゃなくて俺らの位が結構上がった。今ので分かってくるやつ。メニューだ。これ食べて、食べていい。食べたら大丈夫です。大丈夫なの。食べてもいいの。バカ貧乏。いつでもいいんですか。その夜中には。夜中空いてない。空いてる時やったらいつでもいいんですか。またプライベートでその来週あたり来ても無料、ずっと無料。これが一応ディプルームで。あ、今流されたわ。ゲームされながらも隣の人に食事されたり。あ、飲み物も全部。お腹すいたな。でも飯食いながらカジノのキャッシュができるので。え、バリバリ買ったらいいやん。ランチいただくか。お腹減ったな。つまみながら飲みながら。あれやな、モチーフだ。何やったっけ、トッポギ。あ、俺これにしよう、エビチャーハン。エビチャーハンいいな。どうぞ一緒に飲みましょう。注文はどこ。注文は上ですか。え、ビップだ。ビップ行けんぞ、タクミ。後で航空請求ないんよ。俺らはビップなんですか。そうです。俺らはビップやって。ビップ、ビップ。まあなんかそんな気をしてました。ありがとうございます。お金借りていいですか。じゃねえ。こんな経験ないで。ビップ貸し切りや。すげえ。俺らだけは思い出。僕らがプレイするのはここですか。あっち。なるほど。あ、これは撮影場所。うわっす。ちょっと一旦座るか。なんか一旦座らしようか。戦うのは明日なんですけどね。え、ここタバコ OK なんですか。知ったはできないんですけど、こっちはビップルームはそういうこと。ビップならではね。素晴らしい。夜になったらめっちゃ多いんだな。いや、俺は。いや、そらそうだ。ビップたちが集まる。俺らと一緒に。平日やったらあれですよ。ほんまブリンブリンのやつや。なんだ俺ら。俺らビップやろ。白 T ガリガリ。どういう人がここに来れるんですか。資格とかあるんですか。ドラフトされる金額が100万円以上で、ここでバカラゲームで20万レットで参加率が 70% とか。あれー、あー、そういう人が VIP 来てください。はい、ここでの宿泊費とフライトの代とか、あ、お食事は全部提供されますので。なるほど、それだけ払ってくれる。ここに観光されたりとかおっしゃったら車の用意も全部できますので。いいですね、いい待遇や。痛く飲めますか。ご飯いいですか。うん、ありがとうございます。赤いカードがビップの証です。あ、これすごいんだよ。ビップって思う。はい、ビップの部位ですね。なるほど。これ、それ見せたらサウナでもいけんじゃん。こうやって。はい、はい。これがメインになるのか。見とこう。一緒に行ってみるよ。いいんすか。気使うわ。いいよ。
あかんって言われると思うか、うん、じゃあ、たくんはビップやからな、うん、そっか、ビップか、はい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 、頑張れ、頑張れ、頑張れ、今日むっちゃ大勝負するんですよ、ね、明日、明日、明日この動画で、動画では金持ってきた、最近遊んでるよ、いやもう、あ、一応あれやんね、クキタルで貯金しとったよね、あ、そう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 、この日のためにボーナス、ボーナス言ってたけど、うん、実は最近カツカツで、うん、どうせ金あるだろいうコメントいっぱいあったけど、うん、この日のためにお金を置いてたっていう、まあ見といてよ、動画後半、うん、結構使います確かにっていうぐらいは使ってる、うん、俺らで最高の賭けかも、うん、人生で夢見したの今日俺帯見せれちゃうかな、なあ、やるある、ほんまにあるかも夢見したよ、じゃマジほんま今日の日のためや、うん、明日か半年以上貯金していたのに明日で全部変わるかもな、ワンちゃん。いや、マジで、うん、大金持ちになるから。人生変えれるよ。うん、え、乗り打ちじゃないやん、なんだって。なんで？俺、お前なんか言ったら、落ちろせるじゃん、ロケ。終わるとこ。それだけは言われへん。それだけは。ツッコミを利用して、それだけは無理や。何を言わせる。公約はあれでは無理や。直近何をやろうか。来ましたー。よし。一人ずつ言ってくアシッソよサムギョプサアワビガイチキンカリエビチャーハン、yeah? よいしょー記事のメッシュ思われへんよな、うん、これが無料、うん、すごいの早速じゃあ食べましょう、はい、いただきますいただきますいただきますエビチャーハンいただきますうわーうまいうまい韓国のあれとかじゃないあれカレー肉団子肉団子めちゃくちゃうまいこれ、うん、米欲しいこれ全然辛ないわうんこれご飯ないこれないっすね裏で言われてんじゃんあいつは違うかな力んでるわこれカウントされてないんや匠だけ請求された日本食に近いですかなんかこのレンコンは近い近いな、これ肉団子とかああ、そうだよカレーとかはでもカレーもでもほんまそう辛いですか全然辛いあ、そうなんだカレー全然辛い今日はからどういうただ5時からの打ち合わせその次夕食以外はもう多分自由だと思います、はいうんはい、あ、こっちですかあ、今日は一番うまいですね豚肉丼豚肉丼うまい豚肉丼めっちゃ辛いっす辛いね辛いね一番そうなんやコチュジャン乗ってるやつかコチュジャンがようわからんすけど赤い赤いやつな味は美味しいんですけど辛い辛いあ、辛いわうわ、辛っこれ豚キムチだじゃあ、いつもでしたーごちそうさまでしたよとりあえず、じゃあせやなうんそうっすチュージューお前、そんなんちゃうはい、すいませんお前、本とか読んでるタイプやはい喋れないっすやろちょっと喋れないっすということではい部屋決めよいしょはい221これで、うん、これ10%するか。タクミは相方誰がいいとかあるの？うわあ。そいつはもう会うっていう。うん。いやまあリク君。なんでやん。マジで。待って。タクミマジで。ちょっと待って。ボケ。ボケ。タクミのボケ。これもう決定やもんな。じゃこれタクミのボケやから。タクミのほんま嫌やつって。リク君はほんま嫌やからよしよしだからそうだから、でもほんとリク君以外やったら誰でもいいんですよあ、なるほど、ね、だからもうそれはもう4人で決めてくださいその1人を、うん、こいつ拒否されただけやんマジすぎるそれ3歳ほんまに嫌なんだよめっちゃ嫌やん3歳ごめんじゃんマッキーの襲われるわ襲われるわうちっぱうんこれもう一人になった時点で決定決定決定せーのグッチョキパーで分かればしょうわーすごーでもやでもうここいやもったいないやこれ次のうちの時間です時間ですせーのグッチョキパーで分かればしょうわーうみかこの二人やもうええ付き合ってんねやろ付き合ってんよでかいな一人でかいなじゃあそんな感じでえい、OK 3決戦の時どーん
僕たち、はいはい、この決戦に向けて、はい、お金用意してきました。いやもう言っていいですか。言ったってください。お願いします。僕たちが持ってきた金額1000万ウォン。1000万ウォン。えぐいぞ。1000万ウォン。えぐいぞ。ガチやぞ。1000万ウォンで1人250万ウォン。250万ウォン分分貸しで、でこの日のために俺らはカツカツな、そうだな、 YouTube 生活をしてたし、そうそう、今日で人生を変えるために、うん、なんかお待たせって感じやな、うん、やっと俺らの本性を見せれるな。25万ぐらい1人持ってるやん、合計100万。なんぼにする？今回バカラっていうゲーム、倍にはマジでしたい。そうやな、倍。俺はでも100万いくまでいっちゃうかな。ゼロ100やん、もう。いや50だったらやめるかもしらんで。やめんの？やめんの？そ、心臓ボタンかもしらんで。そうやな、ポロッと出る可能性があるかもな。まあとりあえずみんな倍目指してやな、うん、OK、 倍50。じゃあ対戦お願いします。よろしくお願いしま す。まずルールだけ先行くか、ルール、うん、大体のルールいきますね。どうぞ。もうプレイヤーオアバンカーにかけます。はい。で買ったらまあ倍で返ってくる、うん、かけた分が返ってくるんですけど、はいはい、プレイヤーかバンカーにこう2枚ずつトランプ配ります。はい。で数字が9に近い方が勝ち。はい。絵札やったら0、そのもう片方の数字が8とかやったら8。どっからあれ3枚目配られる？プレイヤーが4やった場合3枚目配られて、はい、バンカー何歩以上で勝ち確認？8か9がどちらかが出たらその時点で3枚目は列に終了。3枚目全身両方が5位からとか状況により両方引いたりみたいな。なるほど、はい、オッケー。引きながらやな。とりあえずプレイヤーかバンカーどっちかに勝つっていうのを、はい、かけるだけです。うん。じゃあ早速こちらを、はい、俺たちの努力の魂をチップに公開しましょう。お願いします。お前の半年分ぐらいそんだけ。俺なもうちょっと置いてて多分一緒やろ。そうやろ。俺ちょっとリーダーやってたからな、さすがにな。お前リーダーやってたから。これだけ。俺は最後あれやろな、いろいろ金管理やってるからな。もういいよ。よーし、やめますよ。さっきのカード返してください。なんかやってくれてる。怖いよ。なんかしてる。プレイヤーバンカー。バンカーどうする？うわー。これ最低は1万。1万か。はい。これマジでも決めてね。え、俺も決めてる。俺も決めてる。行ってみる一回。俺も行くわ。うん。せーの。プレイヤー。あ、これプレイヤーって言いながらバンカー。はず。いやー、バカラはバンカーのゲーム。プレイヤー俺だけや。リックだけ。あと3万。3万いきます。3万。俺2位。初手が大事。わ、俺。お前持ってきや。絞。ここが絞りという絞あれが出ます。いくよ。あ、それで味方するね。とりあえずもうこれはもう、まあ、もう4ですね。4。だから5やったら最強。最強。ってことは2本出たら全然いい。あ、上を押さえとけよ。2本。2本だ。で4以上でサイドが2。3ついたらきつい。おっ、あついた。8やな。2だ。オッケーオッケー、任して。じゃあまあ一番払ったアツヤが、なまあこれがセオリーバンカーですね。本物の絞りって人を見せたるわ。おいでおいでおいで。あ、絞って折ってる。こうやって絞んの。あ、ちょっと待てよ。いや、まだ分かれへん。すいません。あ、2本足いいやん、いい、いや、いいぞ、いいペアや。3本がいいな、そうなったら。そやな。あ、ちょっと3つよ。3つよ。3つよ。緊張見て、真ん中次第やな。いや、これ、後やな。こっちの方がおもろい。これで行ったら、あー、3か、怖いな。でもまあ、あるぞ。でも全然ある。6ある。そっから何もつくな。つくな。来た。つくね。ついた。ついた。やばいわ。くそ。でもまあいい勝負やな。ボロなってる。で行くで、マジで行くで、マジで。あ。え？じゃあ。やったやった。でかい。
いいのよ。じゃあ俺ら上がり目しかないやん。ね、確実に。あーこれ一本あでももうあタイタイやタイやマジかマジかマジかだいぶ B 削ったな今の時間帰ってくんねんな俺はタイ戻ってきます今のタイの説明しとこうかどうぞあせやな今タイっていうここにかけてた場合8倍になります9倍戻しの8倍プラス1かけたら9で返ってくる9万いやちょっとすみません僕バンカー行かせてください僕じゃプレイヤー2万僕ステイしますあけんガチの立ち回りするわな僕もバンカーで3位オッケー俺1人やったあーピクチャー早いめっちゃ早いからな僕ピクチャー読んだ1本かああもうじゃあまあ見るか2位ねまあまあまあそっちが強くなるこっちがもう8球でちょっとおしまいやナチュラルないんだぞないいもん出してお兄ちゃんあおもろいあおもろいおいいよサイドが3本うんスリーサイドでこっちでかいよこっちピクチャーやったこれピクチャーやったやばいあーオッケーオッケーオッケー2本ついた2本ついたあおもろいサイドは2本あーよしよしあー3スリーサイドね8もか6だな。だから6、7、8よ、それは。だからもうだから、6だ。オッケー、オッケー。いいだ、またタイだ。お前、ここやぞ。だから、3、日本足、まず、落ち着け、落ち着け。日本だ日本だツーサイドだサイドだツーサイドだ5か4。4か5、6か7。うん。いきます。4、6ね全然いいこんなもん勝ちやろ勝ちやなはいおもろいよ2本ねとりあえず2本足出せいいよもう1個出ろ2やってた3本8もありますよね OK8 やったら俺勝ちやねん真ん中いくで次やばいやばい OK よし死ぬなシェーありがとうございますよし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 最大3万勝ちよいしょ敵かこれだからな違うとこにかけちゃうと敵っぽくなっちゃうけどなるから対リーダーさんやからね一応取り戻さんとなんか2いくか5バンカーに5万25から浮いた3をプレイヤーに行きますダサい神場だよじゃあプレイヤーねいいですか1だったらもうこっちないからな別にいらんからな3まあまあまあいい悪くない悪くないこれで2本足3本足きたら2つけ2だ2ない2がついたよよくやった2がいい2がいい4サイド4サイド4サイドってことはもう90やからな2段90ね90がそっかそっかそうそうそうアイムバンカー真ん中に2つ言ってよエースエースなるほど2サイドやってたあやばいあやばいあやばい全然やばいウエスサイすごい2ねお互い A シーズやマジか2本とりあえず2本はマストやな200ピクチャーなし1本かみたいにお前パピンいくでパピンいくでパピンかパピン4だこれあるなおもろいぞでもそろそろピクチャー来るだろいやおもろいなそれはおもろいとりあえずこれ2本欲しいなおもろい日本おもろいうわおもろ逆に4サイドやったらもう勝ちやん3サイドやったら3サイドやったら8しかない俺ら以外負けやからあいいね3サイドうわってことは3分の1やな俺らの勝率あらよっしゃイエスイエスイエスよしこれはもう5万5万やね俺じゃあバンカーに11いった
でも行くしかないからな。いつ行くかやから、マジで。マジです。俺、普通にバンカーで3位。俺、ケンタが行くやつ。じゃあ、プレイヤー5。プレイヤー5。プレイヤー5やろ。プレイヤー5。じゃあ、タイに1。タイに1。タイ 1？ タイ1行く。プレイヤーかな。もう、なんか、ちょっとヘチョイ戦いしてるよな。ちょっとでかいの見してほしいわ。ナチュラル9。お前の11ぶっ潰してやるよ。あ、日本の通載だ。もう、フォーサイド出て9でピクチャーでいいかも。おっ、フォーサイ9か10で残しときや。で、こっちピクチャーとかピクチャーで。ピクピクピク。通載、あ、見えた。6。あ、まあまあまあ、まあ、じゃあまあ、もうやってもらう。5か6かよ。9か。次、怖いな。5。5だ。うわー。まあまあ、悪くない悪くない。なるほど。あ、いいですか。あ、いや、ピクチャーだ。やばいな、でもそれ。じゃあ日本星な。日本星。5？ お願い。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。日本ついた。5？ いや、フォーサイド行って、ナチュラルラインつけたいな。うん。日本星。絞れよ。日本星。日本星。キモやつおんの。日本星。ツーサイ、ツーサイ。ツーサイ、ツーサイ、よし。じゃあもう3枚目俺らと、俺と。5-5や。オッケー、オッケー。タイプ。お前ら一緒の引けよ。ピクチャーオッケー。いや、これ強いじゃん。これめっちゃ強い。いや。あ、もうタイ？え、すごっ。そうなんですか。そうです。バッターが5の時は、1、2、3、8、9、10が出たらゲームが終了します。あ、じゃあもうタイや。すごっ。すごっ。すごっ。俺らはじゃあバックなんや。あ、帰ってきてくれた。よかった。みんなハッピーや。みんなハッピー。みんなハッピー。変わらず5万バンカー。バンカー8。プレイヤーに5行くわ。バンカー10で。いった。追いついてるわ。エースだって。はい。7。引いたらええよ。何引いたらいい。日本橋、日本橋で4引け。オッケーオッケー。ここマジ、ここマジやぞ。うわっ。よし。めっちゃ負けてる。めっちゃ負けた俺も。プレイヤー6万。プレイヤー8万。プレイヤー10万。バンカー1。これエースだな。よしよしよし。途中経過する？発表。途中経過しましょうか。オッケー。僕マイナス5万。プラス10万。プラス1万。プラス15万。あ、でかいな。あとま全勝？全勝。こっちお前。ちょっとやめようかな。な？ええで。15万買ってんねやろ。給料やで。みんな。プレイヤー伸びると思う。わっかい。俺もまだ行きたいな。伸びそうやな。プレイヤー。僕はバンカーに5で行きます。すごい。プレイヤー5。タイ2000円。プレイヤー10。プレイヤー5。マジ？かけたな。すいません、行ってきます。行ってこい。ちょっと見よう。ヒーローマジで。エース。まあ悪くないよ、全然。日本だよ、見えてんな、みんな見えてんな。おいで。おいで。4はやばい。4やったら結構危ない。4は鈍い。鈍いってやったら。あれ、こっち。小さいで。こうや。終わった。よし、よし来い。よし来い。8以上やったら、もう決着。8か9俺が出しちゃったらな。でも出すな。10か俺出すな。ピクチャー。うわー、怖い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 な。9、ナチュラルナイスってやばい。怖い。ピクチャー、ピクチャー。おい。一緒や。ほんまに多いこれ。オッケー、みんな来い。ピクチャーだけやってくれ。マジで。いいじゃん。うわー。うん、俺がタイであれ、タイであれ。ピクチャーなんかもうないやろ。よろしくお願いします。シエオシエオシエオウタ。
勝てる試合放棄してくれたで。危なー。全然ええやで。みんなで楽しんでええからな。あ、ちょっと待って、タイヤ俺。おおすげえ重いすげえ。じゃあまあ変わらずバンカー10で結構額でかなっていいの。10万張ってるんやろ。14。そうか、でもお前めっちゃプラスやもんな。タイ2万。タイタイ。じゃあもう俺プレイヤー5。お前だけいつも逆張りやな。よろしくお願いします。いやマジで、ちょもうナイスピーク。チャーはやばいね。めっちゃ強いからな。チャーはやばいね。これ2位ついた時よ。うわー、めっちゃくるなー。強いなー、俺決めよう。ナイス。2本ね。おぉ、ナイスナイスナイス。残しとこう。おもろい。ここ1本かピクチャーでいいわ。おぉ、ピクチャー。8やったら決まりやな。8やったら決まり。2個出てきたら。つけ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 。この辺。あ、7。いや、ごめん。見えてもらった。リクが8、9。なんもない。このトランプなんもないです。真っ白の話じゃないやんけ。おい。出た出た。8や、やばいな。リクは俺。リクって韓国でもあかんの。問わず。うん。一回ちょ、休憩するか。タバコ吸う？ちょ、タバコ吸ってめっちゃ。休憩かだけ言ってる？休憩かだけ。10万負け。10万負け、まあ、これは別に日本でもパチンコでもあることやから。ないよ。パチンコ10万負けなんて全然やろ。3万プラス。僕11万プラス。計算できてない。29万5千。プラス29万5千。おお、でかいぞ。ちょっとマジでマジでやめてもいいよ。マジでやめていいよ。マジでやめてもいい。マジで全然マジで。休憩します。みんな俺についてきた間違いない。間違いない。でもこれ3人勝ってるってすごいですよね。すごいぞ。まあまあ見とけよって話じゃん。あんま見てないし。でもやっててやし。でもその10万を負けて食らってる。いや、これカジノ出たら日本着いた時に初めて、うん、お前何してんねん。海今気づく。いくぞ、レッツゴー。後半戦。後半戦プレイヤーやな。俺はプレイヤー。俺バンカーっすね。7バンカー。マジでここプレイヤーについてる。言ってます。行くなー。行けよ行けよ。俺マジで行くぞ。喋んな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 。泣きそうなってる。ニーハオニーハオ。強い強い強い。ニーハオ。あー、こんなことある。ピクピクのリクやん。ピクピクのリク。能力者ピクピクのリク。いけあって、お前の日や今日は。まあ普通に出すからな俺。飛んでる。緊張の。うまい。スリーサイドや。ここ持ってこいよ。スリーサイド。待てよ。1。あ、日本や。日本や。スリーサイド。スリーサイドか。オッケー、オッケー、あるぞ、まだあるぞ。7か。いや、結構辛いな。8、これ8ね。5ね。5ね。5。プレイヤーの5以下やったらね。いや、マジでマッチョやる。よし、マジでいくぞ。9こっちからここに真ん中についてたら9。そうやな。ついてなかったら9確定。そう、ついてたら9か10円。そうや、せん、いくぞ。マジで9、マジで9。奥で月間が合わせあるから。そうそうそう。手前でついてなかったらついてんな、ついてんな。だからそこはめくってって絞ってってついてなかったら9やから。大丈夫いくぞ。マジ大丈夫。結構見たっていいやね。ついてるけど、そこからめくってって絞ってって絞ってって絞ってってついてなかったら、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 ついて
プレイヤーにオールインします。さすがにリコ勝つやろ。お前沈めるわ。もうタイヤ、うん、もう言ってお前タイヤ、はい、リクさんやったって、やってしまいます。この2出すなよ、ちょっと一旦出してもいい。 A2 本ですね。おお、よろしくお願いします。なんでボーサイド出していいですか。あ、そうやな、俺10も全然ピックやから。もう熱いね、10もピック、全然10もピックやから。あ、6です。めっちゃ弱いよ。もうペックやってよ。あ、でも4、いや弱い。今あいつは引くやん。日本これね、左からじゃなくて右からなんですよ。右からだな。スースーさん、すごい。もうエース。じゃあいいや。日本はいい勝負ちゃうとこれ。これ真ん中つ負けるな。真ん中つ大丈夫。なし。5-4。オッケー。いい最後。俺行っていい。喋れるんだよ。お前おるんやんな。お前おるんやんか。一本の方が嬉しいな。一本の方が熱いっすね。そうですね。あ、もう二本見てる。2歳になる。うん。サンドイッチとりあえず引いて。2歳で触り。ん？2歳。うおー、熱っ。え、もう8か9。真ん中つけ、真ん中つけ、真ん中つけつないやれ。つかない。まあいい、まあまあ8やろ。めっちゃいいお前。これもう何かでいいと。いや、引けるんねやろ。ラストここやで。だからもう一回2歳じゃん。2歳だね。まあシンプルに出していくと。2歳出していく。マジこれ2歳出したらやばい。あー、2歳イエスようやった。お前任せろ。20や、帰ってきたぞ。5番負けまで帰る。俺が一番負けてる。16番。え、一番負けてる。6点な。バンカーに10。俺バンカーに10いってるよ。まあ、バンカー死んでるよ。お、みんなバンカー。タイヤ出た。タイ名人。もう今回はプレイヤーは開けられるんだもんな。オープンしてもらう。2ね、いけるぞ。いや、出てなかった。いいね。これ2本出したらもうええやん。もういいこと。いくで。4対2。もうピクチャー引いてくれ、向こう。1度。お、勝った。俺これどうしよう、マジでここやな。いや、俺オールイン行くかな。じゃあ何番あるの。14。行けって、オールイン15。もうオールイン行っとじって。行くで、うん、俺 B 行くわ。バンキャー、ちょっと行ってあげたいな。お前と一緒に燃えるか。俺プレイヤーに行けって。でもこのパターンは、あ、そう、俺全然勝ててないから。僕5万。僕プレイヤー20。僕も5万ね。5万とタイミング。僕以外バンカーお願いします。日本足これ強い。ここいっぱいやったらやばい。あ、エースや。強い。いいとこ。じゃあ、いってば。ナチュラルナイン、まだ出してない。出してないよ。もう、ニーハーピグでもいいよ。ニーハーさせてください。ピグでもいいよ。日本足。さあ、置いとけ。ピクったらやばい。2かー。いいよー。4-7-8。出してほしいな。3枚目で勝ちたいな。オッケー。上がり目1やから。今1やん。5以上。
オールシェオールシェオールシェピク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 ピ報告どうした？リクは15勝ち。オッケーオッケーオッケー。俺は18勝ち。俺は15やな。30勝ち。次ラストぐらい。で、チャナ君が？あっ。はい。マジで俺エグいな。で負けろ。これ。あんこだって言って。韓国一緒だろ。出ていけや。一緒。韓国が願い下げやろ。ラスト。今度だって俺にし、しなくていいよ。しなくていい。しなくていいよな。そんなマジやん。ええよな。こっちはマジやん。してもいいよ。臭そうな妖精。どっか行けよ。じゃあバンカーに20いきます。どうえらい。プレイヤー伸び10万。全然行きたい方行きや。で。あーやばい。カモンベイベーナチュラルナイン最後に見せようぜ。小さい二本足小さい1、2、3本ね置いときましょう。マジ緊張してんな。10万なんだ。2本強いな。強いぞ。強い。ってここで、ここでついたら10円です。ついたら10。最低でも5。あ、9か。9やな。うん。オッケーオッケーオッケー。じゃあ、8出せ。あ、5やったら8やもん。だから、8やな。しっかりいくか。ここに一旦ついてほしいな。つかんかったらもう6やもんな。7。6か7。うん。つい。つけ、つけ、6、5。おもろいよ。ナチュラルないね。向こう。5やな。5。5、オッケー。え、S じゃん。S や。うん、レースだ。強い4、4、2本ずつの勝ち。2本よし。おもろい。4、3ラインやっていいか。3サイド、3サイドだけ。4サイドついたら負け。3サイド、ディキ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 4サイドか。やったら全然まだもう1枚いったらやったら、真ん中ついてほしいな。5-5 で勝負しようよ。おー6や。くだーまだおもろいな。勝率こっち。プレイヤーのみ。これが6か7だったら、はい、プレイヤー負けで終了します。じゃあクリスは6、7以外引いたらいい。そっちがバーストするあれもあるってこと。そうだから今クリスめっちゃ頑張らなで俺ら結構勝率高い。6、7以外。6、7以外。28万勝ち。でかっ。53万。で、チャナ君。俺はまだ終わってないけど。終わったやろ。終わってないけど。今の成績やって。まだ終わってないけど、ゼロ。ゼロやな。何本負け？25万負け。もう一回いる。25万負け。今日何本負けたん？25万負け。負けてなさそう。かっこいい。余裕そう。かっこいい。はい。うわ、めっちゃおもろかった。いやー渋い。じゃあ勝ったチームとかこのちょっともらった僕のボーナスとかで、うん、次はプサンの方にちょこっと夜飯とか観光、はいはい、行って治療ということで、はい、ありがとうございました。あっしゃー、ありがとう。じゃあ来ましたよ、せいさん。はい、今日シャウトまとめて全員分で、うん、山分けて。よっしゃ、俺が言っていいですか、はい、で触るなよ。え、なんで現金なんだ。俺が負けたって。あっち行け。俺が負けたって。お前らそんなんないから。バカだよ、そんなんない。せめて触っとけ。あっ、あっ、
おびやおびやうわぁガクすげぇうわありがとう、いやすごいありがとうございます。こんな感じや。大体。よし。すげえ。すげえ。すごい。楽しいな。いいな。ありがとうございます。じゃあ遊びに行きましょう。行きましょう。キヨー。キヨー。プサンに着きました。よいしょ。でなんかいっぱい屋台が出てるんで食べていこうと思います。はい。まあ向こうから買ったんだよね。それで。あ、そうです。楽しんでいきましょう。すいません。ちょっとあれ言っていいっすか。これ how much? 400円。安っ。みかんにしようかな。みかん。みかん。うわすごい。ほら、あれか。あれや。なんか有名なやつや。こんなでかい円がさ、ぐるぐる回ってるやつや。そうそうそう。行きましょう。え？あんなん動画回したらめっちゃいいじゃないですか。あっこでこうやって手持ち GoPro で呼ぶやん。知らんやん。うわーやおもろそう。みかんの到着。みかんを買いました。いただきます。あったかうん、みかん飴マジで。みかん飴ねー。これは食べやん。あれやっぱグンってあげてる。アーミーだ。フライドチキン。あ、チキンか。チキン。ソーセージどれか。ソーセージ、うん。はい。うまそう。うまそう。で、辛そう。タレやばい。いただきます。お願いします。ちょっとカメラ意識せえや。あ、うまい。ほんまにフランクフルト。いいフランクフルト。うん、皮が分厚めの。ジャーキーっぽいような。うん。ああ。飲めるわこれ。うまい。うまい。うん。よかったよ。ピーナッツペン。卵パン1、ワッフル1。ハビー5000ウォン。もし今から値段言ってくれてたんじゃない？嘘やん。なんちゃらワン。ワッフルうまそう。生クリーム入りワッフル。卵、なんだ？ワッフルちょっとサクサクすぎるわ。なんか卵パンいただきます。卵パン。あん入ってるわ。白あん。あ、美味しい。めっちゃうまいや。あの、たい焼きみたいな。たい焼きや、うまい。こっちもサクサクやろ、ちょっと2時間。あ、うまいや。うまいや。全部うまい。うまい。いいな。いいぞ。チェゴー。チェゴー。うまそうよ。なんかアトラクションあるね。最後乗っていこう。やっちゃうか。全員乗るな。まあどうするか。俺お金ないわ。いや、おごる。一人400円。安いわ。全部400円。若者向けでさ。ジャンガチ一人避けれる。わあ、嬉しいよ。あるのはな。え、いいの俺入っちゃって。あ、全然もちろん。お前おごる。お前乗れよ。確定で。いやいやいや。さすがジャンケンさせて。申し訳ないわ。行く？乗りたい。いやいやいや。とりあえずもう4人でジャンケンしてください。怖い。ちょっと楽しそうみたいなのもありますけど。ああ。無条件乗りや。無条件。全然怒るから。じゃあ乗るでいい。乗るな。わかりました。じゃあ俺ら一人だけ。一人だけでカメラマンで。頼む。よし、行け。はい。はい、行くショー。はい、行くショー。よっしゃ25万失った頭痛い。気持ち悪いねんな。なんか分からへんけど負けたからやから。お前も頭痛い。さあ、はい、地獄の時間がやってまいりました。長さだけが怖いっすね。楽しんで。
マジでボッコボコにしちゃうから。マジでボッコボコにしんどい。これはもうこんなんじゃないと思ってたから俺も。もうちょい楽しく終われるやつだと思ったな。あの子は何なの？何も笑ってない子ら。何なのあの子ら。あの子ら。何で笑ってないの？2回目乗ってる子ったやろ。おった。マジ何分くらいですか？でもマジで20分ぐらい。いかつい、あれ20ってガチで時間の無駄やろ。いやでもイオン学あってよかったやん。おこがえおこがえそんなもん。疲れた。え2回戦これはもうほんまにせえ。これ28もあげろ。うっせえやうっせえやじゃあ僕たちはまたちょっと観光してきますんで、はい、ありがとうございました。はい、ということでうちは座りまして、はい、ディナー食べる予定だったんですけど、はい、ちょっともうテグの繁華街を見ていこうということで、はいはいはい、テグで料理食べていこうかなと。どうでしょう、ということで、紹介しますお店がこちら。出たカンジャンケジャンのお店ですね。タクシーでここまで送ってくれましたね。はい、ありがとうございます。聞いていただきましょうか。いいね。結構思ってるよりすごいぞ。マジすごいぞ。ああ、スペシャルいい感じワン、ワン、キュラワン、ライマニうん、インジン、おすすめ。はいはい、ワン、ワン、ワン、何食えよ食えよ最悪や。青青すぎるやろ。メントとしてですね。夜も下手です、すみません。イエーイ、どうぞどうぞ。もう冷めらんねんから。下手やから。上手って言われたんやけど、すごいわ。上手やから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 。普通に考えてめっちゃ下手やん。上手や。韓国人の人からしたら、でも人として日本語は下手って。なんでそういうの？あ、早っ。韓国これ多いのか。何これ、スペシャルメニュー、スペシャルメニュー、ソーリージャンペプシーダン。すいませんすいません。ワタリガニです。ワオオッケー、おいしい。お、大きなワタリガニ、大きい、大きい。ドリンク直接切れる。さっきからパンサーオーナーやな。ドリンク、ドリンク、オッケー、オーダーオッケー。サービス、サービス、カンペー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 。迷うな。あー、うまで、サーモンから食うかな。ちょっとあったかいスープ先端期限完全期限。え、サーモンいっていい？いってよ。お、うまっ。うまい。辛い。辛い。辛い。米やろ、米。あ、そうなん、嬉しい。めっちゃみんな出てる。見てる？めっちゃ見てる。マシッソ。なんだ、辛い。あ、ちょっと辛いけど食える。座る。キムサス。包んでいいよ。どうよと。キムサス。あ、これと包むね。これも。いつか韓国のあれ。はい。あ。出た。あ、うまっ。うまいな。これ牡蠣。いや、牡蠣なの。海の。大丈夫か。いや、俺はだから。で、ちょっと触って。あ、牡蠣やと思って。帰ってきた。えらい、えらい。これ好きだよ。もう聞いてんじゃん。最後やな。最後。過食とか。ちょっと口入れたら。分からなかった。あ、海外でそれ全然。昔の人みたいな。やんにも。口入れた。めっちゃいいわ。一番食いやすいこっちの方が。どれ？うま。味付けが辛い。ちょっと辛いよ。もうこっちほんま臭みとは一切。ぶっ飛ぶぐらい味付いてる。こいつはヤンニョムケジャン。ヤンニョムケジャン。こいつ何つってる？あ、そう、酔っちゃいかです。酔っちゃいか持ってくんなよ、こら。おい、スペシャルにいられんなよ。酔っちゃいか。酔っちゃいか。タラタラ好きんじゃねえよ、あら。めっちゃ喋ってる、なんか。はい、こっから全部頑張って食べていきましょう。頑張って。おい、量多いから。確かにな、量が飛ぶんだ。はい、食べていきます。はい。ちょっと韓国のテグの街並みを Vlog。で、こっからちょっと気になった店は隊長が部下一人連れて行く、入っていこう、冒険費用。ここは日本でいうなんか名古屋って言ってましたね。言ってたね。韓国人って何して遊んでんやろ。うわ、おもろそう。何？バスケや。いや、バスケなわけないやん。あー、ちょっと下からおもろいやん。下から行くか。おいおい、何や、いい加減かよ。連れて帰そうな。おい、なんなんだよ。なるほど、地下鉄か。地下鉄やな。私普通に可愛い女の子喋りたい。あ、行こ
か？なんか音楽聞いてたらやめとくか？ちょっと言ってるやん。全部言えるやん、それ。あの言ってたからやめとこうか。じゃあ音楽はさ、聞くもんやから。うん、耳に関することやから。ヘイって言ったら撮ってくれるよ。ヘイさん、目をかけたら。何してたらいい？もう普通歩いてたり、なんか立ってたりしたら全然いいけど。マジ？携帯いじってんのもいけるな。あ、携帯はちょっとかわいそうかも。こんなやつおらへん。何してんの？こうやって追ってくれたら、あ、へいへいへい。そろそろ。ポケモンの敵みたいな、通ったら見つかるやつ。まあ、待って、もうちょっと歩いてて、今歩いてて、若い人いたんで、いろいろホットスポット来てたら、バスで30、バスで10分ぐらい走ったところにあるよって言ってて、行くか、最後のホットスポット、初のバスで、乗り方は分かんないんですけど、マジで分かんない、こっちで10分やろ、行けた、けた、これや。早くして直してくる。行きます。行ったもんね。ソーリー。何したいか言えや。何したいか言えや。早くよ。来た。教えてくれ。一回乗ったね。一回行きたいとこまで。出るときにあんI'm Japanese. I'm 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 Japanese. I'm
先ほど言ってた CCV に到着しました。これね、ちょっと皆さんあんま見えてないかもしれないですけど、結構煮えてます。煮えてそうです。だから名物おばさん、え知らんけど絶対名物やろ。ここで言ったら帽子似合ってんの。あ、おもろいおもろい、全然おもろいわ、全然おもろい、ここやん、若者や。何するかによる、なんかはしたいな。でもそのさっき言ってたわけのわからん店に入るっていうのはちょっと見てみたいですね。そして俺あれ入るわ。なんか光ってるから、フォトドリンク。どっちかわからん、タイトル気やろ、分からへんぞ。プリクラス、これあれやん、韓国式のプリクラやん。あ、やったやん、流行ってたやつや、やったわ。こういうとこの方がいいんちゃう。妖艇ださ、だからあの3階とかやろ、うん、4階。じゃあ行くで、行きましょう。こういう変なの好きなんやな。カフェや、そこまで変な店みたいなのないですね。ないな、確かに。ただのカフェ。あ、そうなんや。3階は閉まってたから4階まで行ったけど、4階がもしタトゥーショップやったら入れたのかな。バッグ持ってってたやん。とりあえず、匠に似合う、あの、出たズボンはあったから。あ、そう、店がまず、まあ、カメラを持って入っててんか。店がなかなかない。いやいや、この名前見てみて。フリーマリオって、どういうこと。マネキンの手はあれやん。うお、かっけ。1500円です。めっちゃいい、いいけど、いい、いい、めっちゃいいやん。かわいいな。あ、絞ってない、1500円。これが韓国の服屋さんってこと、うん、そういうことやろ。そう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 、これ、あ、これ、そうそうそう、ちょうち、いいわ、いいや、結構いいと思う。ちょ悪いとかじゃなかった。すごいブサイクやろ。次元超えてる。なんかプンプンしてんな。なんかキスしてあげたい。なんでご褒美。お前キスしたいやん。してあげる、なんかしたいやん。もうしゃーない、しゃーない、しゃーない。はい、はい、デザート食べて帰るか。よし、はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。韓国、はい、ヘグ、大いに満足できたんじゃないかな。チェゴ、最高です。チェゴ、まあこんな、最高の旅をできたのもやっぱこのホテルの、はい、インターブルゴさんがあったおかげということで、はい、はい、何
やっちゃいましたよ、今までの韓国旅行と。ご飯ただ、ご飯ただ、果汁のね。ご飯ただ、行きたいとこまで無料で送迎あり、そう、航空券がただでした。ただでした、行きも帰りも。はい、行きも帰りもただです。あと、むっちゃいい温泉もありましてね。あ、いい。サウナ良かったね。サウナ付きの。サウナもただで。いい。これも全部ただです。帰れて。日本語めっちゃ喋れるデさんおるし。確かに。これ、つまり、今まで僕たちが受けてたサービスが、はいはい、110万円。このデポジットを払うと受けれるんですよ、皆さんも。なるほどね。はい、詳しくは概要欄見ていただきたいんですけども、僕らは特別に今回あの全員で110万ぐらいっていう価格でやらさせてもらったんですけどね、あの皆さんは一人お願いしたいっていうことなんですけども、カジノでそんぐらい使えばいいってことね。そういうことですね。なるほど。買ってもいいってことだ。買ってもマジでもプラスでこのサービス受けれる人もおるっていう、そういう、俺たちは結果プラス4人でしたらプラスやし、プラスっていうだいぶプラスで、航空券とかもあったらもうむちゃくちゃいいよっていう、最高でした。こんなお得な旅行ないし、はい、0円旅行、そう、他のホテルとかカジノでこれやってないらしいんで。あ、そうなんや。もうテクカジノのあの独特の特有のサービスになってるから。そうなんや。ルイルイ、もうなんか初めてのカジノで不安やなとかいう人はぜひテクカジノ利用してもらったらいいなと、はいはい、思います。はい、でも言ってください、スタッフさんに。もうちょっと言っとくか、付き合いたてのカップルとか一緒に泊まったら、ガラス張りだよっていう。確かに。あ、確かにな。確かに。シャワールーム、トイレ、だいぶいい雰囲気よね。いい雰囲気、めちゃくちゃエッチな感じです。家族で来て、子供の面倒ちょっと見といてとかも全然できるらしい。いけるらしい。なんかカップヌードル買ってきてって言っても買ってきてくれるらしいです。そうやな。全然、結構いろんなサービスが。使い放題、うん、スタッフをできるみたいなんで、皆さん本当にあの行ってみてください、はいはい、詳しくは概要欄から、はい、ぜひチェックお願いします、お願いします。ということでありがとうございました。ありがとうございました。韓国さよなら。チェゴー。チェゴー。